赤いカーテンを引いた窓辺の医者と患者。17世紀オランダの芸術家ヘラルト・ダウが1672年に描いた敗者。狐の毛皮の帽子をかぶった白髪の初老の男性が引き抜いたばかりの小さな歯を画面の中央に掲げ、自らの技量を誇っているかのようです。患者の少年は歯を抜かれた痛さで顔をしかめ、歯茎を指で押さえています。髭剃りの時に用いる皿、酒が入った瓶、処置に用いる道具を中に入れるものらしい箱などは美容や医療に通じていると自称する当時の歯医者のうさんくささを強調するモチーフです。印章を押した風呂がついた書類はいかにも信用できるようですが、その正当性はむしろ疑うべきなのかもしれません。示されたものをそのまま信じないようにと戒めるような作品です。